本日はなんと私の勤務先である恋の風は真山鉄道のグループが3000人超えたことを記念して恋鉄に関する質問を受け付けます。バシバシ質問お願いします。今後恋鉄に関する情報を上げていくのでよろしくお願いします。